ただいま。おや、この二人は？紹介しよう。この子は縁妃。さっき言ってた子じゃよ。縁妃、こちらは旅人と彼の仲間じゃ。知っておるな？ああ、もちろん知ってる。戦艦軍の記録に詳しく載っていたから。以前ゲーセン儀式の騒動で戦艦軍に不審者として指名手配され、絶縁の間で戦艦軍を撃退し、ファデュイとも関わり、最後はバーヤと共に魔人を撃退、七星のおかげで容疑が晴れたと。実に惜しい。そう、私に会えなかったことが。もっと早くに会えていたら、その場で容疑を晴らす。とまではいかなくても、少なくとも、ひどい目に遭わずに済んでただろうな。改めて自己紹介しよう。私は縁妃、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば、私を尋ねるといい。ああ、そうだ、私の名刺を。連絡方法と職場の住所が載ってる。急用なら、その住所に手紙を。ああ、それと、初めてのお客さんには割引があって。縁妃、そろそろ本題に入ろう。今の二人には、法律の助けなんていらないじゃろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。この子はいつもこうなんじゃ。自分のことを話し出すと止まらない。オイラたちがこれまで会ってきた仙人とは、なんか全然違うような。仙人？まあそうとも言える。お父様は自分のことを仙人だと言っていた。かつて元王帝君と共に戦場に立っていたらしい。戦いが終わった後、帰郷してお母様と結婚したそうだ。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊している。だから私は今バーヤと一緒にここで暮らしているんだ。なんか勝手だな。仙人たちってリーユエコーを守るため契約に従ってるんじゃないのか。なんで急にそれを放り出して結婚したんだ。お父様から聞いた話によると、帝君とはそのことについて話し合いをしたらしい。それで同意を得た上で故郷に帰ったそうだ。結婚をした時、帝君からのお祝いも受けたという。まあそのことについては一旦置いておいて。バーヤ、頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。けど水角石だけはどうしても探す手立てがない。今双眼鏡園は完全に封鎖されていて入れそうにない。申請をしようにもそれも通らないだろう。どうやら総務省はあそこを徹底的に封鎖することにしたようだ。そうじゃったか。しかし水角石がないとなると面倒じゃな。縁妃、何か案はあるかの。リーユエコーを助けてくれた者たちにどうしても礼をしたくてな。わかってる。バーヤから何回も言われてたし、双眼鏡園から水角石を取れなくとも別の方法があるかもしれない。ちょっと待ってて、調べてみる。うわ、すっごく分厚い本だな。何が載ってるんだ。商業競技、鉱石、スネージナヤ。見つけた。このクロッサルというスネージナヤの商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。そこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだ。スネージナヤに持ち帰って売るらしい。よし、彼を探してくる。もしかしたら水角石、もしくはその手がかりを見つけられるかもしれない。お前も一緒に来るのか。あ、ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな。法律を理由に警告してくるなんて、そんな仙人初めて会ったぞ。彼女と行動するときはオイラたちもいろいろ注意しよう。